ステップ2、メモリーメモリーのリンクアーキテクチャ。これも、もう一つの名前があるんですが、それがセンダー・レシーバー、送,送信機と受信機になります。これが、さっきの説明したアーキテクチャなんですが、MIM、Memory Interference Memory なんですが、それが片側にはメモリーを持っているんですが、そして格子を真ん中までには放出して、 真ん中のところには Bell State Analyzer のノードがあるでしょう。そして Memory Interference Memory になってるんですね。ですが、これが作りやすいことかもしれませんが、よく実験としてはいや進んでいることで上ア,ーとアーキテクションなんですが、これがパフォーマンスとしては一つの問題があるんですね。これが T-Link の,の時間としてはそれがボトルネックの時間になります。 講子はこっちから飛んで、そして、後天のメッセージは帰り道には通さなければならないんですが、そうすると、それの往復の時間、それが t-link ですね。それが、待ってる間には、このメモリーは再使用できません。このメモリーが待ってなければならないんですが、その待ってる状況にあるとしは、それがロックされている。 ととの状態,状態だと呼びますそしてそれがパフォーマンスの問題になっているかもしれませんが、これが結構,結構待つ場合もあるんでしょう。そしてこの BSA が,が真ん中からどっちか左右には移動すると、片側の T-Link の時間が,が下がるんでしょう。そしてそっち側の効率は上がるかもし,かもしれませんが、 それの,の,のアーキテクチャと,としてはそれが解析したいと思います。それから、こういう状態になるんですが、左側がセンダーになって、右側がレシーバーになります。で、レシーバーノードの中には、その Bell State Analyzer を入れることになるんですが、左右の,のハードウェアは,はと異なっている場合になるんですが、まあ基本的に先のハードウェアバジェットと変わりません。 そして、これの距離が L にな,るになりますね。それから、こっち側になっていると,と、こっち側のメモリーと,と BSA の距離はほとんどありませんので、これが成功したか失敗したか、それがすぐわかるようになりますから、それを確認して、すぐこっち側のメモリーがリユースできるようになるんでしょう。それをリセットして、 もうう一回使うことは可能ですそれから、それがリユースになる早いそのサイクルのペースが,が早くなりますので、センダー側とレシーバー側のメモリーの数が,が異なる場合は可能になります。例えば、センダーの方が,がとメモリーの数が多い場合になるとは考えられるんですが、それがエンセンダーが,がエンレシーバーより多い。 そしてこれが tlink の時間は tclock より十分大きい場合なんですがそうすると仙台側のメモリーだけはロックされるんですねそれが tround- と呼んでそれが tlinktlink はそれが半分の往復の時間になってますのでそれが全部の往復の時間になりますプラス t clock で、それが一つのキュービットを使う時間なんですが、かけるそのキュービットの数エンセン e n で、これがが t round dash になります。そしてもちろんその receiver ーーがが、えっと、q u b を、あの、b e l テ s t アナライザー成功したかどうかの情報を、えっと、センダーに送らなければならないんですが、それが success と failure と、成功と失敗になります。 そして、送信式、そとそのセンダー側の方が、ががとコードが,がかなり簡単になりますが、それが繰り返して繰り返して公衆を、えっと、放出するでしょう。レシーバー側の方が,が複雑になりますので、そのレシーバー側の,の,の処理をちょっと説明したいと思います。そして、そのレシーバー側に,に,には、えっと、センダーの9ビットどっちの 次の来る格子は、センダー側の何番目だったか。レシーバーには一番最初に届く格子が、その時間は決まってるんですが、その最初のキュービットが来る時間としてはそ、それがセンダー側のキュービット1になっているんでしょう。まあ、届くかどうかは別としては、それが数えなければならないんですが、そしてそれが、 レシーバーからセンダーにメッセージを送る場合には、それがどっちのキュービットを成功したか、その情報を伝えなければならないので、その重心側には、そのセンダーのキュービットの,の,の番号、それが i と呼びます。そして、レシーバー側にはもう複数のキュービットを持っていると考えているので、そのレシーバー側のどっちのキュービットは次に使うのか、それが j と呼びます。 じゃあまずはその2つの変数として用意しますが、そして QBITJ を用意して、それが、えっと、QBIT を放出することになるでしょう。そしてそれが先の,あのアーキテクシャとしては、それが、えっと、こっち側のー b i t になってるんですね。これが QBITJ=1、J=2 などで,で、そっち側と数えてることなんですが、 こっち側で数えてるのは、向こうから来てるキューベットはキューベット1、キューベット2、キューベット3で、それが i=123 になってるんでしょう。そして、重心側にはあのキューベット j を用意して、格子を放出して、そしてそれが、自分のところにはその Bell イ t ー t e a を実行します。そしてそれが、 とメッセージを用意しますが、それが MI に、それが成功している場合と失敗している場合がありますが、成功している場合なら、そのメモリーをそのまま保存して、次のメモリーに行きますので、それが J が J プラス1になります。そして J は N receiver より小さい場合には繰り返して続くことになるんですが、そしてそれが、 成功しても失敗しても送信機から送信機から来るキュービットの数番号はそれが必ずインクレメントしなければならない。i 足す1になります。そして向こう側のキュービットの数も,も,もなくなっているかどうかを見て、そして J が N receiver より超える場合かか、I が N sender より超える場合になっていると、その round が終わっている状態になっているので、そしてそれが entanglement を使うことにはできるでしょう。そしてそれが purification など entanglement swapping など,ななどアプリケーションとしては使えることになります。さて、そのパフォーマンスにはどうやって解析にできるでしょう まずは、えっと、そ,のシーそ,その、Asymmetry、その、異なっている場合にはどうなっているか,か,かと考えることなんですが、基本的に、N re Receiver Water N 線が,が、それが,が P 前後だったら、大体メモリの効率は一番いいと、と,のえっと、分析してあります。それから、 レ t トとしては、こういうちょっと複雑な表現になってるんですが、これ、説明したいので、一つ一つについては説明します。まずは、この右側でとしては、これが,が、X 項の Bell の p ができたの確率になります。そして、それ、こっち側が、 円線と X、これ,これは二、ね、項定数なんですが、かける、えっと、P の X 乗でそれが X 成功する確率と、1-P の円線引く X 乗になるんでしょう。そして、こっち側が、レ、えっと、シーバー側にはあのとメモリーがいっぱいになっている確率もあるんですが、まあ、例えば、 重心側には一つのキュービットだけならそれが成功すると、次の,のフォートンにはもう吸収できないのでそれがリジェクトします。それから、アッパーバウンドとしてはこれが上限なんですが、エンセン,ンリコレン a l ーバ e の場合にはこの RMM はこの表現になっているんですね。それが RMM less than or equal to PN ン e ン d w a t と T round dash になります。 さて、mm のリンクか、MM、mim のリンクか、どっちが良い,良いでしょうパフォーマンスとなど。ま,あ、まずは、例えば、メモリーの値段は高い場合、ね、になってるんですが、どっち側に入するのか。で、えっと、rmm が,が、えっと、rmim より低い、ね、なんですが、例えば、mm の場合には、それが、 物理的にはとディプロイすること、それがと作ることに、ねあの、インストールすることは,は簡単かもしれませんが、例えば、MIM の場合だ,だったらノード、Node, BSA, Node があるので、その3つの箇所で,で,で工事などしなければならないし、そして MM の場合には2つの箇所だけで,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 で足りるでしょう、Sender と Receiver。 そうすると,、えー、と、メンテナンスとかも,もうやりやすいかもしれませんが。そして、rate は大体、さっきの言ってた通りには、n 1分の nreq 分が,が,が、それが大体 p あたりだ,だったら、rate、えー、は,はほぼ一緒になります。そして、基本的に、その mm と m、IM、両方、 のボトルネックでとしては、それが、センダー側にはそのメモリーをロックすること。MIM だったら、両側にはセンダーになっているので、両側にはメモリーをロックされているんですが、MM だったら、センダーとレシーバー、基本的にセンダー側だけでロックされているんですが、基本的にそれが、ラウンドの時間としてはそれが限られますが、そしてそれが、パフォーマンスは結構、あの、下がる場合もあるんでしょう。 例えば、まあ、これが例だけな,なんですが、えー、1km 当たりのと往復が,が,がそれが,がと10マイクロ秒な,なんですが、例えば、光子が,が放出で,で,で,できる場合にはそれ一1ナノ秒あたりだったら100個で,で,でそれが10ナノになってるんですが、往復が10マイクロ秒になっているとそれが、 使っている率は1%しかなりませんので、そのぐらいのレベルで考えられるんでしょう。そして、それがまあ効率はかなり低いので、それが対応できる手法ってあるんでしょう。それが次のステップに説明します。